どうもこんにちは、みとしです。はい、今日はですねちょっと久しぶりなんですけど、またチーズドッグを作ろうと思います。前回初めて食べたんですけど、あれが本当に美味しくて、で未だにちょっとその味結構覚えてて、最近すごい食べたい食べたいってめっちゃ思ってきたんで、今日は作ろうと思います。で材料なんですけど、前回が裂けるチーズ使って作ったんですけど、今回はでんこの裂けちゃうチーズ使っていきます。これトップバリューの商品なんですけど、なんかもろパクリで、味自体はこのプレーンと、あとなんかこの2層になってるこれを買ってきました。チェダーチーズの色っぽいですよね、これ。うん、うまっ。うん、はい、で作り方自体は前回と全く一緒なんで、結構省略していきたいと思います。では作りましょう。はい、種がこんな感じに出来上がりました。前回よりもちょっと大きくなりそうです。はい、ではですね、あとは衣につけて揚げていこうかと思います。はい、こんな感じです。すでに一つちょっと魚フライみたいになっちゃってますけど、ちょマジでヤバくないですか、これめちゃくちゃうまそうです。もうこの色味といい、もう匂いといい、食欲そそりまくりです。ではもう早く食べたいのでいただきます。はい、今日揚げ物ってことで黒ウーロン茶です。伸びに関してはちょっと時間経っちゃってるんでわからないんですけど、もうこの油で揚がった匂いが最高です。早く食べましょう。これからいこうかな。はい、じゃあいただきます。最高。意外とちゃんと伸びてくれたし、やっぱりもうチーズドッグ最高ですね。もうめっちゃうまいです。甘みと塩味と旨味と脂っこさの真骨頂みたいな、ほんとうまいんですよこれ。めっちゃ最高です。うん、うまい。うわー、もうやばいな。めっちゃうまいです。もううまいしか言ってないんですけど、本当にもう衣がサクサクなんですよ。油が染み込んだ衣ですよ。そこから出てくるもちもちなチーズが、グラニュー糖のなんか甘みとかだったり、あとはもうケチャップマスタードが最高に、もう最高すぎるぐらいに合いますね。もう最高。うん、うん、うまっ。多分これ最初に揚げたやつですね。形が魚フライみたいなんで、うん、生地がホットケーキミックスなんで、生地もなんかほんのり甘さがあるんですよ。もうそれも最高ですし、何もかもですね。うん、よいしょ。いやもういいな、すごいうまそう。
やもう最高すぎるな。めっちゃうまいです。もう、やばいな。よいしょ。やばい、減りが。もう美味しすぎて減りが早いです。めっちゃうまい。うまい、最高。ああ、サクサク感はちょっとなくなるかもしれないんですけど、レンチンしてこようと思います。はい、ということでレンチンしてきたのと、トッピングし直したのと、前回同様ホイップをつけてみました。おお、やばい。あ、そっか、ホイップ溶けるんだ。やばい、ホイップクリーム溶けちゃって落ちるけど美味しいです。すごい美味しいです。そっか、熱々だからあれだ、本当に溶けるんだ。美味しい。じゃあこちらの方もいただきましょう。いやー、めっちゃ美味しい。いやー、うまっ。今日はちょっと結構食べ方汚くなってるかもしれないですね。もう最後です、いただきます。まだ普通にうまいです。ごちそうさまでした。はい、そんな感じで今日はですね、チーズドッグを作って食べまくってみました。第2弾、やっぱうますぎました。もう最高です。もうこれ1回食べたらもうね、ほんと定期的に食べたくなるような味なんですよ。ほんとに脂っこさと甘みと塩味とうまみとか、ほんとなんかもう全て詰まったような、そんな感じの食べ物で、それでもって入るっていう、最高ですよね。もうチーズドッグ食べたことないって人結構多いんですけど、これはぜひ食べてもらいたいです。まあとりあえず美味しかったです。はい、というわけでこのままだと水戸市ドッグにされてしまいそうなので、この辺で終わろうかと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。はい。